この動画ではモレリアのクロスステッチショートタンのレビューをしていきます。クロスステッチがどんなんか気になっている人はぜひ参考にしてみてください。開封俺がモレリアのなクロスステッチって言って、ここが十字みたいになってさ、皮が広がりにくいようになってんのよ、慣れた時に。それだけでなんか1000円ぐらい高いねんけど、これが1万9000円プラス税。クロスステッチとショートターン以外に履き口がモレリア2に比べて若干分厚くなっているんですけど、分厚くて邪魔というよりは、柔らかく包み込まれるようなカンガルーの柔らかさを感じます。クロスステッチはつま先部分が分厚く見えて高高に見えるんですけど、足型はモレリア2とほとんど変わらないそうで、実際並べてみても大差はありません。最高やわ、最初っから。今までこんなことなかったんけど、なんかもう最初っからほんまうまく蹴れんねん。やっぱあれなんですよ、最初の靴ってやっぱやりにくいね、普通、基本靴ずれする可能性もあるわけやからさ。大島亮太とか中村健吾とかも言ってたけど、靴入れた瞬間になんかおってなるみたいな。マジでそれがなあんのよね。今もこれちょっと感じてんもん。はぁ、かっこよくはないけど、このクロスステッチなんか見た目はまああれやん。サイズはモレリア2と同様27センチでジャストですし、友達の 26.5 を履かしてもらったことあるんですけど、それはもう絶対に入らないというサイズ感でした。いや、ええわ。サッカー日和で人工芝で新しいモレリア、そしてフィット感抜群ってなったら、もうテンションがね上がるしかないです。ほんまに現役時代モレリア履いといたらよかったと思ってるんで、一人でも多く試していただけたら嬉しいです。こんなん最高って分かってね。リフティングも後でやるパスとかトラップも全部練習なしでいきなりやってるんですけど、いきなりもう試合で履けるんじゃないかっていうぐらいフィット感があります。クロード目線でいくと若干こう鈍い音がしてると思うんですけど、クロスステッチのボコボコ部分がボールの勢いをすごい吸収してくれる感じがあって、モレリア2のノーマルステッチはどちらかというと滑るような感触があったんですけど、クロスステッチの方がトラップがやりやすいんじゃないかなと、この初めての段階では思いました。赤、めっちゃやりやすい。関西人なら分かってもらえると思いますけど、圧巻はっていうぐらいやりやすいです。このショートパスのトラップでもクロスステッチのグリップ力っていうのは感じました。中村健吾のやつあったやろ。今のサッカーはプレッシャー早いから、ここで出さないと、もうこれだともうここから普通に考えて蹴れないじゃないですか。だからここに止めてもう蹴るっていう、そういうぐらいのスピード感がないと今のサッカーでは。いや、ああいう動画見るべきやから、みんな普通に。昔はこの水野のワンポイントっていうのがダサいって思ってたんですけど、モレリアが最高すぎてかっこよく見えてきたのと、中村健吾選手も言ってたと思うんですけど、最近のスパイクがすごいカラフルな色になってきてるので、モレリアみたいな黒白っていう昔の王道な色が逆に映えるような、目立ちたがり屋な人にも逆におすすめな色になってるんじゃないかなと思います。ありゃやすいよ。黒は渋すぎるんで、僕はモレリアは全部白にしてます。サンキュー。
キックももちろん練習なしでこれ蹴ってるんですけど、またクロード目線の話になるとインステップのバックスピンをかけてロングキック蹴ると思うんですけど、クロスステッチのそのステッチの部分とボールの縫い目がうまくこう絡み合ってバックスピンを促進してくれるような、後押ししてくれるような感触を受けました。モレリアネオ3のレビューも別動画にしてあるんですけど、一発目に関して言うとロングキックはクロスステッチの方がモレリアネオ3よりやりやすい印象があります。実はモレリア2も初めて履いた日が人工芝での試合だったんですけど、多分クロスステッチも試合でいきなり履いてもそこそこやれるぐらいフィット感を初めから感じると思います。これはほんまにモレリアのすごいところだと思ってます。もちろん浮き球のトラップもめちゃくちゃやりやすいです。まあいろんなレビュー動画あると思いますけど、結局自分が履いてみないとわからないわけで、僕も履いたからこのフィット感がわかったっていう話なんで、値段高いですし、まあ万人が納得するっていうわけはないんですけど、モレリア2クロスステッチどっちもおすすめで、僕の初回の感想としてはモレリア2よりもクロスステッチの方がやりやすい印象を受けました。水野の方も言ってましたけど、モレリアのこの微妙な違いによって最後は好みが分かれるとこではあるので、またネオ3のレビューもするので見てみてください。